スマップを語り尽くすおしゃべりです。というわけで毎週木曜日、はい、スマップ大好きなペロリン山中が、うん、ただただスマップの好きなところを、はい、発表していく。なんかあれだな、お前今日髪の毛ねっとりしてるな。ちょっと湿気かな今日は。稲垣くんと同じぐらいの長さのはずなのに全然爽やかさ違えな。向こうは王子って言われてるの、ね、お前ねっとりおじさんね。っとりおじさんってないの。メガネ曇ってきたな。メガネ曇ってるしな。いや、これはもうスマップを、大好きなスマップを語れるって興奮やこれは。あ、そうなん。でもみんなスマップファンだいたいメガネこうなるから。そんなことねえ。おめえだけはネット領事で、今日は何の話をするんですかね。いや、今日はまあ、ちょっとスマップの根底というか、うん、中井くんの話をちょっとしようかなと思います。あ、なるほど。じゃあ今日のテーマはこちらです。本日のテーマ、中井くんの戦略。そう、やっぱり戦略的には中井くんがすごい考えてた。まあみんなはもちろん考えてるけど、うん、やっぱりこうグループとしての道筋というか、あとやっぱり有名なエピソードというか、うん、なんか中井くんってやっぱ戦略家っていうか努力家やなね。あ、まあまあそのイメージ。まあだからちょっとそういうちょっとした、うん、まあファンはみんな知ってるけど、ちょっとしたエピソードをちょっと、なるほど、今日は言っていくんで、はい、中井くんっていうのはね、そのアイドルがバラエティに出るっていう非常識を常識ができたっていう自負を持ってるらしいよね、うん、だからバラエティに出る、アイドルって昔はバラエティに出ることで、スマップの前はそうそう、うん、昔はバラエティなんか非常識と言われてた。なるほど。今はもう普通にジャニーズとかさ、よくアイドルと言われてる人は、うん、もうバラエティに出てるやろ、まあ、となっちゃ常識やけど、うん、スマップが非常識を今の常識に変えた。で、中井くんもそれは自負をしてるわけ。あ、そうなんだ。そう、でこれってもちろん言い過ぎてないやん、スマップがそれを。俺でも知ってるからな、それは、うん、テレビの歴史調べてたら。そうそうそう、うん、言い過ぎてないし、うん、でもしかも一方でそのこんなにも音痴であることを、うん、その国民に伝わってるアイドルも他にもいないって言われてる。ああ、そうな。音痴を売りにする、うん、だってアイドルにとって音痴は致命的なイメージやったはずやん、うん、だからまあ、しかも中井くんネタにもしてるでしょ、うん、でインタビューでもスマップになってから、あ、俺って歌っちゃいけないんだなって思ったって、まあ、よく自虐してるわけよ、うん、ただなんかそういうネタとかよくしてるやん、なんか音痴だからとか、うん、歌わないとか、うん、でも中井くんの場合ってそこに悲壮感がないやん、うん、ここにやっぱりいろいろ隠されてるわけ。あ、そうだ、ね、だって日本の CD 歴代売上ランキングトップ10に入ってるグループのリーダーがそんなこと言うんだよ。でもそこには中井くんの意図的な戦略がちょっとした隠れて、うん、まあ何かをできない、だから中井くんにとって歌、うん、歌ができないと明言することで、だから自らがその他に力を入れることを許されるための土壌を作ったとも言われてる。だから歌をできないから司会に頑張るとか、うん、踊りを頑張るとか、うん、許されるようになって、だからアイドルってやっぱり歌って踊れてやん、うん、歌えないとアイドルじゃないやん本当やったら、うん、まあ、今でも一般的なイメージでした、うん、普通にじゃアイドルが誰かデビューしました、めちゃめちゃ音痴なアイドルって、うん、なんかちょっと言われるし、なんかアイドルってもっと練習しろよとか言われるでしょ、うん、ただ、中井くんの場合はそこで終わらないから、そこの土壌を作ったわけ。その上で司会業にやっていったんやけど、中井くんも言ってるんやけど、その歌は他のメンバーに任せた方がチームとして戦うにはいいと。で、代わりにダンスが得意だから踊れて頑張るし、 MC に適任がいないんだったら司会をやろうと、なんかスマップになったから中井くんはそう思ったかな。で、自分がしっかり喋れるようになったらそれはスマップにとっても大きな武器になるなともう語ってるわけね。だから最初17歳ぐらいからかな、ジャニーズの会社の人に、まあ、とにかくバラエティで何番手でもいいからやらせてくれと、うんうん、まあ、これもちょっと事務所の大きさにもあるんやけど、そんな簡単に仕事決まるっていうのも、うん、だから関西ローカルで司会もやってたりしたし、うん、中井くんそうやって積み重ねてたね。でもその背景には別に司会を頑張ってるって姿が許されてる土壌があったわけよ。なるほど。だからそういう意味でバラエティに住んでいたわけよ、うん、で、もう一つの戦略として、その司会業に住んでいく上で、まあ、トークをやっぱ盛り上げるためにはさ、なんか女の子の話とか下ネタとかちょっとエッチな話、まあ、恥ずかしい話な、そう、身を削る話、そう、アイドルとしてはあんま受けが良くないと言われてる話なんやな、これした方がいい時もまああるやんか。そうそうだね。
中居君自身がその1回ファンの子とあえて距離を取る時期にしなければっていう時期があったらしくて、うん、なんか司会者としてさ、なんかこういろいろ聞いときながら、うん、なんか自分の恋愛の話をしない司会者は卑怯という中居君の考え方があったわけよ、うん、だから意識的に下ネタとか、うん、女の子の話とか、うん、言ってたわけ、うん、やっぱアイドルってタブーやんか、うんうん、なんか今でもその例えば AKB とかさ、うん、そういうのはやっぱタブーやったりして、うん、だから最初はすごいファンからしたりファンの反応が冷ややかだったり、うん、マネージャーからもカットとか、うん、そういったことが相次いだからね、うん、ただ中居君はやめなかったもん、うん、だってそのただ女の子話をしたい下ネタ話したいじゃなくて司会者として卑怯とかじゃなくて上に行くための意図的な戦略やから、うん、あえてそれを続けたの、うん、ファンの反応も悪かったりマネージャーの反応も悪かったけど、うん、で続けた結果だ女の子話をしてもうんともすんとも言われないって状況を作ったわけ、うん、それが中居君の一つの戦略、うん、それが名司会者になるための第一歩の戦略やったりするよね、うん、まあだから中居君はよく分かってるというかあえて客観的に自分を捉えて進んでいったよね、うん、10代の頃からそので歌をさ、うん、なんつうの土壌するにするために、まあ、あえて苦手なことを言うっていうのもやっぱりダンスとか司会が一流だから許されるところもあるな、うん、それでダンスとか司会に行くんですって言ってそっちが全くだったらちょっと正直あれとはなるけどでもその覚悟もあったんやと思うよ、うん、だって中居君は喋るのに苦手やったから最初あそうなんだただ話されるけど中居君歌諦めたわけじゃなかったの最初はね、うん、なんか一体何やったかな10代の頃に、うん、なんか月に6回、うん、なんか半年間周りに内緒で50万近く払って、うん、ボイトレに通ってた時期あったらしいの、うん、あそうなんだ周りに内緒で、うん、ただ何の変化もなくて、うん、耳が悪すぎると言われて諦めたらしいんだけどあそうなんだ一応やった時期はだから中居君別に最初から絶対やらねえとかじゃなくて、うんやろうとした結果苦手だと、うん、ただできないことはできないと他に任せて、うん、自分のできることを進んでいこうって言ったみのが中居君の戦略やね、うん、いやこれやっぱかっこいいなで女の子の話とか、うん、そういう下ネタとか、うん、中居君のこう考えっていうのはこれファンには伝わってるから、うん、だから今はもう後半っていうか、うん、だんだんファンも受け入れられるというか、うん、中居君の気持ちが分かるから、うん、だから別にファン離れしないというか、うん、なんか昔付き合ってた彼女がとか、うん、ねっけななんか一回中居君がその倖田來未となんか週刊誌撮られた時も、うん、その翌週歌場に倖田來未ゲスト来たり、うん、ああなんかでも一時期あったなニュースというかだけど別に、うん、ファンからしたらダメじゃないの、まあ、ダメなくはないやろうけど、うんうん、もうそれが中居君でそういう中居君が好きやから、うんうんなんかだから倖田來未と噂になった後もなんか中居君俺女子プロレスラーみたいな人がタイプみたいな一回ニュースになってたなんですそうだから司会者としてそこまで行ったんやと思うね、うんうんまあ、そういう身を削る話恥ずかしい話とかできないといけないっていうのはやっぱりどの司会者もやっぱ言ってるっちゃうっていうか、ね、そう、うん新助さんもだからトーク番組呼ぶかどうかの境目はそこで決めたる部分もあるって言ったら、うん、他の芸人とかには恥ずかしい話求めるのに自分は何も恥ずかしい話とか、うん、なんか急にリアクション取んなくなるようなアイドルってやっぱいるから、うん、そういうのはもう呼ばないって言ったら、うん、逆になんかそういうとこちゃんとやってくれる人はこれからちゃんと呼んでるって言ってたな、うん、ただこれ中居君の場合はアイドルやから、うん、アイドルでそこまでの戦略を行き着いた人ってはまあいなかったわけよ、うん、ある意味もうパイオニアねだからもう代わりが効かないというか、うん、最初はもちろんもう代わりなんかいくらでもいるっていうポジションやったけど、うん、今じゃもう今となっちゃ代わりなんかいないっていうポジションまで、うん、っていうのはやっぱり意図をしてだからスマップってその弱点がいっぱいあるわけよ、うん、ただそれをなんかなんていうのかな武器にしてるというか、うんうん、なんかそれをくすぐボセフのくすぐるというかさ、うん、ただ結局その中居君オンチって言われてるけど、うん、ああいう中居君の歌声に味があるっていう感じにもやっぱりなるし、うん、ああいう歌声が好きっていうファンはいっぱいいるやん他でな認められたら正直歌もそれはよく聞こえるだろうそう、結局ファンに愛されれば一番いいか、うん、
うん、いっぱいファンに愛された中でこういうだから歌を結局歌をしっかり頑張ろうってやり続けてたら、うん、スマップ自体がここまでなってなかったかもしれないよね。まあそうそうだよな、うん、中居君の存在がなかったかな。そうそう、だから偶然じゃなく中居君的には戦略化して、うん、冒頭に言ったようにアイドルがバラエティに出ることを常識化していった、うんうん、まあ、もっといろいろあるんやけど、うん、大まかな戦略としてはこんな感じだね。いや、やっぱだからかっこいいのよね。永井くんはこれからもうでもあれかな、やっぱりどちらかというと芸能界一線からは退きたいと思ってるのかな。ああ、まあちょっと今ね、あの新しい独立して、うん、よく言ってんのよ、なんかもう登る山がないってだろうな、うんうん、登るなんかジャニーズ辞めたのも、うん、新しい景色じゃないけど新しい山が見つかるかなと思って辞めたけど結局見つからない。正直もだってお金はもう腐るほどあるだろうから、うん、そんなにそういうこと理由で働いてるわけじゃないだろうからな。そうそう、お金目的じゃないだろうし、多分やりがいなんやと思う。でも、うんうん、どちらかというとなんかだからそんな芸能界第一線から徐々に身を引こうかなっていう雰囲気を俺はテレビ見てる感じだとちょっと感じる時あるから、中居君で、うん、まあ、ただやっぱり中居君ってやっぱああ見えて、うん、まあ、一般的にああ見えてめちゃめちゃファンを大事にするから、うん、ファンのこのことを考えて一線は引かないとは思う。あ、そうなんだ。俺はね、なんかやっぱファンは悲しみやんか、うんうん、だってスマップの解散を誰よりも望んでなかったわけやから、なんかファンのこのことを考えて、うん、ただやっぱりいろいろあってね、まあ、ちょっと分からんけどね、どこ、ま、その解散話に関してはちょっと細かい話はちょっと分からんけど、うん、ただやっぱりファン第一で考えてきたのがスマップやから、うん、なるほどな、まあ、これからどうなるかはな、うん、中居君がいなくなるとテレビ寂しくなるじゃん。いや寂しいよ、一時期なんか本当毎日 見れた時期があったし、多分ジャニーズにいたらまだ毎日出てただろうからな。まあまあまあ、まあ、そこも変わると、まあこんな感じかな、うん、これちょっと中居君の戦略、そう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 、うん、なるほど、うん、まあちょっとね、僕らもじゃ戦略的にやっていこうと思います、ね、じゃあこの、まあ、今週はこの辺ということで、うん、じゃまた来週の木曜日スマップのお話でお会いしましょう。はい、例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は息子ないなんて言われておしまいですよ。まあ、もう人生の集大成です。俺はお前みたいな人生を送れないともうハゲても言えない。何よ俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。